もしカピバラが一年中毎日お風呂や水浴をすることができなかったら、それはカピバラにとって本当に大変なことなのです。日本のカピバラは寒い冬も暖かいお風呂があるからいいね、などという一部の方がいますが、カピバラは日本の冬にお風呂に入れるということは本当に幸せなことなのでしょうか 真冬の山や雪の中でお風呂なんて本当に大丈夫なんですかカピバラを心から愛する方の多くの声です野生のカピバラは北アメリカから南アメリカにかけての湿気の多い温暖な気候に生息しています生息地に適応するために陸上の動物よりもはるかに毛が少なく そのためもちろん寒い乾燥した冬は大の苦手です。ところが日本の気候は冬は非常に乾燥して寒く、カピバラが世界で最も嫌いな地域の一つかもしれません。残念なことにカピバラの露天風呂は多くの場合、 訪問者がたくさんいる時間帯には露天風呂にカピバラが入ることができるのですが、えー、夕方から深夜、早朝、お客さんがいない時間には入浴することができず、最低限の保温ランプが設置される中、寒さに凍えていて、とても可哀想に思います。もちろんカピバラの温浴はとてもいいものです。 カピバラ温泉をご覧になる方は心がほっこりと癒されることでしょう。しかし寒い季節に一日中乾燥と寒さから逃れることのできないカピバラのことを思うと皆さんは胸が苦しくなりませんか日本のカピバラは寒い冬にお風呂入るから幸せだ、えー。これを今改めて言うことができますか 日本の冬のカピバラの悲しい状況を知っても、平然としていられる方は、おそらくカピバラが好きなのではなく、カピバラに癒されるのが好きな、カピバラが好きな自分のことが大好きな方だと言わざるを得ません。そういった方々は少しでもカピバラのことを心配してあげてください。 一日中寒さと乾燥に耐えるカピバラのことを考えてみてくださいランプで暖を取り寒さにふえる震える寒さに耐えているカピバラは本当に幸せなのでしょうか本題からそれてしまい申し訳ございません話を元に戻しますが野外飼育のカピバラの場合春になると カピバラはお湯が熱すぎて露天風呂には入らなくなります。しかし春先の野外の水はまだまだ冷たすぎます。秋でも状況は春と変わりありません。そのため飼育状況によっては屋外のカピバラは1年の半分近くは入浴できないでいるケースも少なくはないのです。 カピバラは数日しか入浴できない。それだけで全身から大量のフケが出てきて、ひどい場合はカピバラが痒くて体を引っかいたりすることさえあります。おそらく世界で最も長くカピバラと一緒にいる私、シマリスはもちろんのこと、各施設のカピバラ飼育作業員の皆様、そして カピバラ愛好家と自称されている方々はこの事実をよく知っているはずです。カピバラはかつて南米では魚の仲間と魚の仲間と考えられていたくらい水なしで健康的に生きていくことはできません。カピバラは半水性の動物のため 陸に上がりすぐに体を乾かせるように皮脂の分泌量は陸上の動物よりもはるかに多いのです。カピバラは常に皮脂を分泌し続けているので数日お風呂に入らないだけで皮脂が大量のフケに変わります。カワウソの飼い主からも同じ話を聞いたことがあります。 毎日お風呂に入らないとカピバラはフケとかみに耐えてかわいそうな状況になってしまうのです。ところで日本の屋外飼育のカピバラは体毛が白髪で肌は真っ黒い黒い肌をしていると信じている人が少数ですがまだまだいらっしゃるようです。カピバラズ・ユニバーシティ第2項で 日本の野外飼育の、屋外飼育のカピバラの白髪と、その白髪がもたらす危険性についてお話をいたしました。まだお聞きになってない方は、この後カピバラたちの幸せのためにも、ぜひご視聴ください。それではなぜ日本のカピバラは肌が黒いことが多いのでしょうか 私たち人間も、犬も猫も、もちろんカピバラも、常在菌の一種であるマラセジア族の菌類を体に有しております。マラセジアは皮膚から分泌される皮脂を強力な酵素リパーゼで脂肪酸とグリセリンに分解します。マラセジアはそのグリセリンをしかして生きているのです。 マラセジアは時には顔、胸、後頭部に皮膚の炎症を引き起こすことで知られています。動物病院の獣医師も猫や犬で対応することの多い皮膚疾患です。カピバラの場合は皮脂の分泌量が犬や猫などの陸上動物よりも桁違いに多いため、 入浴できない期間が長いカピバラの全身にはマラセジアが繁殖しその結果皮膚が黒くなってしまうのですまさにカピバラがカビだらけのかわいそうな状態が真っ黒い肌の状態なのです実は本来のカピバラの肌は美しい真っ白純白な肌をしているのです,ですが 風呂に少し入れないだけでカピバラの体はマラセジアの影響で黒くまさに体中にカビが生えている状態となります。コンディションが悪ければ他の疾患と重なり死に至るケースもあります。日本でカピバラが屋外で健康な状態を維持するのが難しいのはなぜでしょうか 一年中水浴びをし、朝晩は UVA を多分に含む日光に当たる必要があります。しかしながら日中に長時間強い日光にさらすことは避けてください。日中の太陽光に含まれる有害紫外線 UVB がどうしてカピバラに 特に悪い影響を及ぼ,す及ぼすのかについては第2項で述べました。以上がカピバラを飼育する上で最低限必要な、最低限守らなければいけない条件です。残念ながら日本では私のようにカピバラを また、生物学を、生化学、微生物学などを専門分野としてカピバラを飼育する人はほとんどおらず、これがカピバラの状況のよし悪しの正確な判断につなげることができずに、カピバラの幸せを喪失することにつながると考えることもできるでしょう。 カピバラの飼育に携わるものは、最低限生物学、物理学、化学、生画学を理解しなければなりません。カピバラに関わる職業や飼育作業員の方の理科学教育を充実させること、飼育作業員の給与待遇や社会ステータスを上げることが、日本のカピバラの幸せにつながると信じています。 何よりも一番大切なことは、あなた方がカピバラを表面的にではなく、心から愛しているということなのです。この気持ちが集まれば、日本中、そして世界中のカピバラはきっと今よりも幸せになることでしょう。露天風呂の前後に寒さに震えるのではなく、 適度な湿度が保たれた暖かい場所でカピバラが気持ちよく寝転がれる環境を作ってあげればいいだけなのです。しかしそれには莫大な経費がかかることでしょう。私たちの施設、カピバランドではカピバラ1頭あたり年間約300万円近い費用がかかっています。もし10頭のカピバラがいれば 年間カピバラに3000万円。100頭ならば3億円の経費をかけないと、このカピバラには厳しい日本の夏、冬を健全かつゆったりと過ごさせることはできません。 これだけ大きな出費で動物園を経営するのは非常に大変なことなのですが、経費を削減したり、カピバラを十分に休ませずに働かせたりしても、決してカピバラの幸せにはつながりません。カピバラの幸せを第一に考えることが重要です。 これはカピバラを飼育する側にも施設へ訪問する方にも両者にとって非常に重要なことであると考えていますそれでは今日の講義はここまでです次回はカピバラの本当の危険性についてお話ししたいと思います南米で野生のカピバラにどうして触ってはいけないのか 先日日本動物愛護協会主催の研修会で学んだことを私が動物管理の責任者有資格者として大切な情報を皆様と共有したいお伝えしたいと思っております、えー、ご静覧ありがとうございました次回の講座もお楽しみにこの講義はカピバランドのシマリス社長がお届けしました 最後に、カピバラを、えー、みんなで応援する言葉っていうのが世界共通語あるんですけれども、えー、それは、カピバラズルール。日本語に訳すのは難しいですけど、カピバラ万歳、カピバラナンバーワン、そんな意味になると思ってください。それでは、皆さんご一緒に、カピバラズルール。 それではまた。